世界に誇る日本の技術とは、変態が作るものである。これを作るためにはあれが必要だけど、あの部分とこの部分とその部分の部品がどうしても足りないのだ。このような時、常人は買うなり探すなりするが、ないなら作ればいいのだ。この発想をできる人間こそが世界を変えられる。トンテンカンテン、上手にできました。なんか余ったのだ、これもいじってみるのだ。とっても上手にできました。世の中にはこのような変態もいる。作りたいものを作ってたら会社ができたのだ。これは静岡が生んだ変態技術者、本田宗一郎の物語である。明治の変態技術者、静岡に爆弾。僕は静岡県岩田郡光明村で生まれたのだ。僕の家は代々鍛冶屋をやっていて、ぶっちゃけ親と遊ぶよりも鉄で遊んでいる方が楽しかったのだ。宗一郎、尋常小学校に飛行機が来るらしいぞ。見に行くか？飛行機？簡単に言うと空飛ぶ鉄の。って、こら宗一郎。空飛ぶ鉄？空飛ぶ鉄？見てみたいのだ。宗一郎が飛行機と出会ったのは、尋常小学校に在籍していた時だという。あえれ？これは何なのだ？なんだよ貧乏枝豆。乗せてやんねえぞ。これ、鉄が回ってるのだ。すごいのだ。汚い手で触るな。すみませんすみません、こら飛行機だよ。わあ、か、感動と興奮で枝豆弾けてポップコーンになるのだ。鉄で食い口を稼ぐ家に生まれ、鉄を共に育った宗一郎。この時の体験によって、宗一郎の変態性は開花したと言える。宗一郎、そろそろ就職する時期だが後を継いでくれるか？嫌なのだ。自動車をトンテン鑑定したいのだ。あ、はい。宗一郎は長男だったが、鍛冶屋を継ぐことはなく、地元の自動車修理店アート商会に入り、社長の子守りをして過ごした。アート商会に就職。まずは私の部屋掃除と肩揉みからだ。どうしてこうなった？君がいると本当に助かる。クソが、自動車いじりがしたいのだ。しかしそれも半年で終わり、修理工としてめきめき頭角を現すと、わずか6年でのれん分けを許される。君には才能があるかもしれん。我が社の拡大に力を貸してくれ。アート商会浜松支店が開業なのだ。どんどん壊れた車を持ってきてほしいのだ。片っ端から直したいのだ。支店長を任された宗一郎の快進撃は凄まじく、その腕をどんどん磨き、本社がダメでも浜松なら治ると言われたほどであった。しかも嫁をもらえるくらいには稼いでいた。あなた、お疲れ様、ようやく満足したのね。はい、ありがとうなのだ。幸は良い嫁なのだ。僕の仕事や意思を尊重してくれるから、とても良い嫁なのだ。変態に付き合える、とても良い嫁であった。羨ましすぎる話である。ところで幸、僕独立したいのだ。なんでまた？今の会社はトヨタさんに部品を納品してるのだ。はい、そうですね。修理も楽しいけど、なんだか物足りないのだ。やっぱり作ってみたいのだ。良い考えだと思いますよ。こうして宗一郎は東海正規重工業を設立。しかし、資金がないから、やっぱりトヨタさんに納品するしかないのだ。資金繰りに奔走しながら二足のわらじを履いた。これは何なのだ？シリコンリングって言うんですが、結構難しい部品なんですよ。って、あ、面白そうなのだ。自分でも作ってみるのだ。それ社外資なんですが。大学でマナビナウシ。1937年、ゴムの部品に出会った宗一郎は、すっかりそれに魅了され、開発に勤しんだ。しかし、うわ、また爆発したのだ。何が問題なのだ？よし。で、私のところに来たの？そうなのだ。ゴムについて教えてほしいのだ。これをうまく使って何か作ってみたいのだ。ふむふむ。これはひどい。君、大学出た？出てないのだ。高卒なのだ。ゴムの比率がめちゃくちゃだよ。じゃあ、教授のところで勉強するのだ。君はもう働いているし、曲がりなりにも社長だ。学生じゃなくて聴講生として単位を取るとよい。やったのだ。こうして意気揚々と聴講生として浜松工業高校の聴講生になった宗一郎であったが、こら宗一郎、単位が足りてないぞ。だってその授業、ゴムに関係ないのだ。僕はゴムやシリコンの勉強に来たのだ。単位なんかに僕の大切な時間を使えないのだ。僕は知りたいことを教えればそれでいいのだ。お前もっと。なんと、宗一郎は本当に必要とする授業にしか出席しなかったのである。ゴムとシリコンについて十分学んだのだ。よし、これから開発を。国民の皆さんにお知らせです。第二次世界大戦になりました。積んだもんが3年の勉強を終えた1940年、日本は第二次世界大戦に突入。静岡に大きな空襲はないけど、鉄という鉄がないのだ。お父さんの差し歯なんて銀なのに、金属扱いで持ってかれたのだ。新しいものを作りたいが資源がないので作れないのだ。幸い、戦争の最前線で戦うことがなかったため、宗一郎夫妻は生き残ることができた。しかしすぐに災難がやってきました。わわわわ。
あなた、三河地震によって東海正規重工業浜松工場が倒壊。どうしましょう。賢い僕は考えました。これは神様が休めと言っているのだ。というわけで、少し人間をお休みするのだ。あなた、枝豆に戻らないでね。そういう意味じゃねえのだ。こうして済んだモンはアート紹介を退職し、ニート生活をすることになった。アート紹介を退職、俺はニート紹介。変態のカー。敗戦したかどうかは別として鉄くずがたくさんなのだ。楽しいのだ。なんと総一郎は敗戦後に国民が喘いでいる中、軍が捨てていったいろいろな機械で遊ぶという、政府の役人でもできないような戦後ライフを、エンジョイしていたのである。ふう、あら、あなた帰ってたの？ただいまなのだ、今日もオイルまみえなのだ。わかりました。洗うので着替えておいてください、ふう。サチ、そんなに疲れてどうしたのだ？いえ、自転車で買い物に行くのが辛いなんて、私も思ったよりも年を取ったのかしら、ふ、なんてね。ふん。でもあなたが作ってくれた製塩機を売ってお米に買えれば、暮らしていけるから平気よ。なんか鉄くずをいじって遊んでいたらできたのだ。それがサチの役に立っているなら嬉しいのだ。普通、遊びで製塩機など作らないが総一郎は作る。なぜなら彼が変態であり天才だからである。サチはそう言っていたけど、苦労してるのだ。どうにかして、自転車も機械みたいに、自動で動いたりできないかな。ん？妻のために自転車にエンジンをつけるという発想、これが原動付き自転車の始まりである。天才技術者シャウォーサーサーエル天才系エシャアラワルト。総一郎の愛が、妻と機械のどちらに向いたのか。総一郎、やはり機械の変態である。あの人から機械を取ったら何も残らないわ。サチには全てお見通しだった。自宅に戻らないこともしばしばだったそうだが、間もなくして、原動付き自転車は完成した。わあ、あなたってやっぱり天才ね。毎日の買い物がとっても楽ちんになるわ。改めて、また惚れました。これは大反響で話題になり、瞬く間に在庫はなくなったのだが。バタ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 うるせえのだ。僕が妻のために作ってたものが、なんか知らないけど世の中のためになっただけなのだ。このバタ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 うるさいものが、実質日本初の原付きとなったのである。騒音問題など問題にならないこの時代に、何が問題だったのかというと、お金の回収ができなかったのである。今月一銭も回収できてないのだ。日本軍の残した電気系統や鉄くずで、DIY 感覚で次々と新しい開発をしていた総一郎。しかし世の中は戦後の大混乱期である。そのため、夜逃げ、闇市の仕入れなどが多発し。なんか知らないけど出来上がったら喜ばれたのだ。嬉しいのだ。欲しいなら売るのだ。お金は後でもらいに行くから乗っていくのだ。などとやっていたために回収ができなかったのだ。このままじゃ売れているのにお金をもらえていないから、破産しちゃうのだ。この前、奥様が。申し訳ありません。お金を貸してください。夫が全く家にお金を入れてくれないので、お買い物に行けないのです。って、言ってましたけど、本当ですか？そりゃあ部下の賃金を支払うのは、当たり前って昔から決まっているのだ。この、こんにちは。あなたが総一郎さん。そうなのだ、そういうお前は誰なのだ？はじめまして。私は藤原武雄、最強のセールスマン、とう。あなたの商品を私に売らせてくれるか？天才技術者と最強のセールスマンの出会い。圧倒的技術力を持ったド変態は、実績は手に入れたが、肝心の収入を持てなかった。藤原は、前代未聞の代物を作っておきながら、そんな経営の下手な奴がいるのなら会ってみたい。自分ももっと営業や販売を極めたい。そう思ってやってきたのである。なるほど。話はわかりました。藤原さん、助けてほしいのだ。お金がなくて妻が困っているのだ。今後もきっと商品を出し利益を出すのは簡単です。そうなのか？まずはあなたが消えればよろしい。あなたは営業や販売の場に一切出てこないでください。おいき様、乗っ取る気か。うっせえぞ、まずは全部地形だ豆。営業と販売は私に全てお任せを。本だけのみならず、この会社の全ての人間の生活は、私が保証します。全ての人間？イケメンじゃなくても守ってくれるって最高かよ。そのために本田さんはずっと引きこもってください。どういうことなのだ？だってあなた、開発するのが好きなんでしょ？何でも好きなものを開発してください。全部売り切って予約待ち3年にしてみせます。良いのか？僕は本当に作れちゃうぞ。もちろんです。あなたのやり方に、口は挟みません。だからあなたも営業や販売に口を出さないでください。開発だけやっていいなんて、夢みたいなのだ。それでは早速海外に行きましょう。引きこもるんじゃないのだ。予約待ち3年を達成するには日本だけでは狭すぎる。急に世界進出する気か？僕は世界の背の字も知らないのだ。あなたは世界進出できる技術を持っている。世界を目指すには世界を知らなくては。何でも欲しいものを買ってあげるからついといで。地面だけ見るとめちゃくちゃ不審者なのだ。こうして総一郎は悪い大人じゃなかった。日本経済史に残る敏腕営業とともに世界中を回って機械を買いに行ったのだった。これ欲しいのだ。
はい。あ、リボ払いでお願いします。これ欲しいのだ。はい。あ、リボ払いでお願いします。これ欲しいのだ。はい。あ、リボ払いでお願いします。これで満足なのだ。いえ、重量オーバーなので乗せられません。予算600万の旅だったが、総一郎は藤原に言われるがままに4億も使い込んだ。さすがは機械の変態、買い物が世界の機械を買い占める旅になるとは。この時について済んだもんは後に。僕が死んだ後も機械は残って働くのだ。僕が持ち帰ったこの機械は必ず日本の未来を支えるのだ。私もそう思ったので買いましたが、良い子の皆さんはリボ払いは決してしないように。オートバイギオカイデイノヤクシン。世界で4億円の買い物ができるほど順調だったホンダだが、数年後にオートバイ業界は不況に、どこの融資も受けられないままで倒産が迫ったが、三菱銀行だけは藤原の。僕たちは世界的視野に立って考えているのです。この言葉に納得してくれ。融資を受け倒産は免れた。しかし依然としてオートバイ業界は不況であった。総一郎さん、この不況を乗り越える策が一つだけ。何なのだ。世界的ビッグレースに通用するバイクの開発です。レースで知名度を上げてホンダの技術力を見せつけましょう。なるほど、さすが天才。優勝すれば世界のホンダになるんです。オートバイも国内外で売れるようになります。よし、レースで優勝して世界一のビッグネームになるのだ。そうとなったら従業員を集めて会議だ。みんな聞いてくれ、バイクで世界一の企業になる。そのためにまずはレースで世界一にならねばならん。マントー TT レース、F1、そのあたりのなんか大きい賞は軒並み。このホンダ総一郎のマシン、いや、ホンダのバイクが賞をかっさらうのだ。おーおー、そのためには君たちの力が必要なのだ。やってやんよ、見せてやんよ、日本男児の底力。イニシャル H を世界に流行らせろ、ヤフー。このように従業員たちの士気を上げに上げた総一郎。レースをしなけりゃ車は良くならんのだ。監修の目前でしのぎを削るレースこそ世界一になる道だ。おお。総一郎は新たな開発に励み、マントー TT レースで完全優勝を果たした。スーパーカーブーデイノシカイシエンシュートゥ。優勝した、全ての苦労が報われたのだ。素晴らしい、さすが機械の変態だ。3年かかったが完全優勝できたのだ。こっからは私に任せてください。とりあえず3万台売ります。すぐに全ての機械をこれの量産につぎ込んでください。年間3万台なら今いる技術者で十分じゃないのだ。1ヶ月3万台売ります。バカなのか。ここからはバイクの波が来ます。スピードが命です。年間3万台と1ヶ月3万台では生産のスピードが天と地ほどの差になります。単純計算で12倍の速度を実現しなければなりません。当時は機械の数も技術者の数も全く足りない状態でした。そうとなれば大幅な採用と投資が必要だ。作れば売れます、生産だけが課題です。急いで稼働させましょう。藤原なら本当に売りそうなのだ。急ぐのだ。この時発売された伝説的なバイク、その名はスーパーカブ。これに決めたのだ。スーパーカブは今日の原付とほとんど変わらない 50cc バイクである。エンジンを空気で冷やし、燃費もよく小回りも利く、服装を問わないこのバイクは売れに売れ、ホンダのメインウェポンとなった。しかしこの話にはオチがついてしまう。何せ作っているのはあの総一郎である。やばいやばいやばい。どうしたんですか。調子に乗っちゃって在庫が4万台もあるのだ。おやおや、しかしすでに日本の市場にはスーパーカブは溢れてます。もうこれ以上は売れないですね。ごめんなさいなのだ。ということで海外に売ってきます。もう全部あいつ一人でいいんじゃないかな。ダメです、ホンダさん。さあ、世界を驚かせるイニシャル H を作りましょう。秋名山の峠を舞台に若き走り屋たちが駆け抜ける、そんな漫画が描かれるような車を。あの漫画で描かれているのは終始トヨタなのだ。で、そうじゃなくて、そうだったのだ。そもそも販売はあいつ一人。そして僕には僕のするべきことがあるのだ。そして3年後お帰りなのだ、藤原。ふう、自動車産業が壊滅的な打撃を受けてデトロイトでデストロイされそうになった。そして良い報告です。取りましたよ、世界一のバイクシェアを。有言実行の速度が速い。なんとスーパーカブは販売から60年の2021年末時点で世界160カ国で販売、世界累計販売台数は1億台を突破した。日本の人口かよ。あ、そういえば藤原、相談があるのだ。何ですか。せっかく世界一に名乗り出た日本なのに、日本では雷族っていう暴走族がいて、一般道で人々を怖がらせているのだ。それはよろしくないですね。きっと彼らは一般道では満足できないのだ。彼らが思いっきり走れる場所を作ればいいのだ。そうすればみんな安全だし、僕もすぐそばで車の性能が確認できる。だからサーキットを作りたいのだ。それだったら鈴鹿のあたりがいいですね。住宅密集地ではないですし、近くです。予算は？一番納得するサーキット場を頼む。やったのだ。Suits car circuit talker and say
残念なことにこのサーキット場を作ったことで、雷族問題は解決しなかったものの、世界に技術力をアピールするのに最適だった。特に当時の自動車は試験場では問題なくとも、山道の蛇行や勾配において不具合発生という、とんでもない事故が起こることが多かった。しかし鈴鹿サーキットはそこに至るまでに、大量の山道を越えていくため、そこに至れるだけで山道での安全を、アピールできたのである。ガンティクリハトゥノカクーリトゥ。総一郎さん、輸出するより現地で開発した方が、もっとたくさん売れるんですけど。技術者として作っていいのだ。とりあえず近いから台湾と韓国と行くのだ。作るというか、ちょっと待って。もしかしたら現地でしか需要のない、新しい開発ができるかもしれないのだ。始まった、総一郎さんを止めてくれ。え、専務、社長の領分に口を出すんですか？違う、アジア全域に行ってもらう予定だから。何この二人。こうして海外へと羽ばたいていく総一郎と藤原。その果てなき夢にも終わりが近づいてくる。So、she take dance at two hey. いかなる天才、いかなる変態にも、老いはやってくる。そしていかなる天才であっても、いつまでも時代の最先端を走り続けることはできない。総一郎にもまた、伝説の男としての誉れ高い幕引きが迫ってきていた。うわぁ、また爆発した。やっぱり空冷はダメなんじゃないか？この頃ホンダでは新しい四輪駆動の自動車を開発していた。スーパーカブが大ヒットしたため、次の発明として、総一郎は今までより進化した空冷の自動車を開発していたのだが、正直俺もそう思う。不安、特に殺伐としているわけでもない現場に突然のスパナが。何してるのだ、早く爆発しない空冷を作るのだ。みんなは手っ取り早く水冷にしたいんだろうけど、エンジンを常に冷やし続けるために水を使ったら、砂漠のど真ん中で車が走らないのだ。空冷なら空気がある限りどこでも走れるのだ。ということがあったんですよ、専務。爆発よりも社長が怖いです。どうにか社長を説得できませんか？え、開発が遅れている理由ってそれなの？はい、よくないな。じゃあ、少し話してきます。どうしたら爆発しない空冷ができるのだ？総一郎、ちょっといいか？何なのだ？今ちょっと忙しいのだ。空冷か水冷かで揉めているらしいね。そうなのだ。最近の若いのは日本から出ないから。砂漠のど真ん中でエンストした時に水が使えない。そんな想像もできないのだ。それよりこいつを見てくれ。こいつをどう思う？公害問題がヤバくて大変なことになってるので、二酸化炭素排出量を減らしてください。世界のどこを探しても、二酸化炭素の量を測れる機械はないけど、とにかく、二酸化炭素排出量を半分にしてね。じゃないと販売させてあげないし、ご新規さんも認めないから。これから新しい車作るのに？総一郎、空冷か水冷かより、今重要なのは、二酸化炭素排出量を半分にした車の開発、じゃ、ないのかな？それもそうなのだ。この法案が施行されるまで半年、水冷か空冷かで揉めてる場合か？半年しかないことに、総一郎は激怒した。いや、そんなことはなく、この言葉で総一郎の心に火が灯った。ここでもいるからこそ変態なのである。今すぐ精鋭8人を集めるのだ。これがきっと、僕の最後の発明なのだ。無理だ、測定器もないのに。どうやって二酸化炭素排出量を減らせっていうの？世界中の自動車メーカーが潰れる。技術者が食ってけないぞ。世界中の自動車メーカーが無理だっていうなら、日本もできないかもしれない。かくなる上は自動車の生産そのものを制限して。落ち着け凡人。いや、凡政府よ。ん？ホンダ社か。空冷か水冷かは決まったのか？研究に研究を重ねた結果、水冷の方が二酸化炭素排出量が少なかったのだ。おう、そうかそうか。というわけで、半年前に出された指針に沿った、二酸化炭素排出量を半分にする自動車作ったのだ。嘘でしょ？いや、ホンダならやる。半年で仕様変更したの？そんなことは問題じゃねえのだ。ホンダの、車を、認めて、くれるよね？こうして総一郎の最後の発明は大勝利で終わった。世界中の車メーカーが開発すら諦める中、総一郎は会社の精鋭たちと挑み、そして成功させた。こうして自動車開発、公害対策の伝説となったのである。また、研究の過程で自分の理論が間違っているとわかり、総一郎はこう言った。僕には技術が、わからなくなったのかもしれないのだ。技術者としてではなく、社長として、総一郎は世界のホンダをまとめ、導いていくことを選んだのである。なんだ総一郎、辞めるのか？じゃあ俺も辞めよ。お疲れ様なのだ、楽しかったな。な、藤原。ああ、楽しかったな、総一郎。藤原は1988年に没し、その翌年ホンダ総一郎は、アメリカにおいて日本人初の自動車殿堂入りをし、受賞席に出席した。そしてその足のまま藤原の元へ行き。これは僕がもらったもんじゃないのだ。二人一緒にもらったものなのだ。これは二人のものなのだ。開発の天才と販売の天才が駆け抜けたサーキットのような人生は、1991年順天堂大学病院で
本田宗一郎が肝不全で亡くなることによって、完全に正道距離を走り終えた、日本経済史に名を刻む二大巨頭、本田宗一郎と藤原武雄の物語と技術は、かつて本田宗一郎が憧れたあれに伝わっている。パパ、あの飛行機、かっこいいね。ああ、あれはホンダジェットだな。どこかのお金持ちが、空をドライブしてるんだ。空をドライブするの？幼稚園のバスが2つ並んだくらい小さいんだぞ。安くて軽いが売りのホンダが作ったんだ。すごい。そりゃあもちろんすごいさ、俺が惚れた技術だ。もちろんすごいのだ。僕に親友をくれたのだ。ホンダは最高って、はっきりわかんだね。このチャンネルでは、世界から称賛された日本の偉人たちの話など、歴史を楽しく学べるコンテンツを提供していきます。高評価、チャンネル登録お願いします。